記者、現時点でで NA 石田獲得票名してる球団ゼロ。記者、現時点でで NA 石田獲得票名してる球団ゼロ。おそらく山崎福也争奪戦に負けた球団がいる。むしろ長い目で見たら石田の方が活躍したまでありそう。真っ先に宣言した人と最終日に宣言した人の違い。山崎が早く決めてくれないと石田が困っちゃう。対戦してるセリーグ球団のどこも獲得しようとしないのが不思議。数字4勝9敗防 3.97 より良い球投げてる印象あるけど。横浜石田30歳、通算37勝折山崎31歳、通算39勝、マジで大差ないな。獲得してみたら実は B ランクだったってなるかもしれないからな。石田って横浜で投げるの嫌でとりあえず増したって感じやな。石田はとにかく横浜を出たいんやろ。複数年蹴ってまで就活にかけたわけやし。石田は2021年シーズンあと1週間1軍にいたら最短去年 FA できたけど、無慈悲に抹消されたのは萎えただろうな。結果的に去年の日数も全く足りなくて今年 FA なのは変わらなかったが、どこも山崎に各球団が夢中なうちに抜け駆けしてアタックとか並んで露骨に第2候補なん、ちょっと草生えるな。石田って5回3、4失点を繰り返してるイメージ爆発炎上もないけど好投もない。ご視聴ありがとうございました。